はい、こんばんは。カッティーシリュージンです。すいませんね、今度こそって言いながらまたね出しちゃいました。ごめんなさい。まあ多分この動画で最後になるかもしれません。はい、ごめんなさいね。はい、ライジンの話になるんですけど、朝倉海選手が大ギグボ広政選手に負けてしまったんですね。はい、まあこの大ギグボ広政さん、まあこれ初めて知ったんですけどね。はい、まあ、まあ、この大ギグボ広政さんが、まあ、まあ優勝してですね、まあ、勝利してですね、まあなんか批判殺到されてるんですね。はい、まあ大ギグボ広政はの勝利はなんかね不正だとかね、何らかの仕込みだろうとか、やらせとかね、なんか変ないろいろ書かれてましたね。なんか何を根拠に言ってるのかが分かんないんですよね。はい、まあアンチなのかもしれないんですけど、はい、まあいろんな人がいるなと思いましたね。こういう考えがあってなんかね、はい、まあもうこの動画で最後にしたいですけどね、もしかしたらまた出すかもしれません、動画ね。はい、もしかしたらその時はまあ2022年なってるかもしれませんね。はい、まあ、てなわけで今回の話はライジンでですね、朝倉海選手が大ギグボ広政選手に、まあ、負けてしまってですね、まあなんか大ギグボ広政の勝利になんかね批判殺到されたことについてのお話でした。まあ皆さん良いお年をお過ごしくださいね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。